笑いコンビかまいたちが MC を務める ABC テレビ、これ余談なんですけど、毎週水曜あと11時17分、関西ローカルは5日番組公式サイトを更新し、2月28日放送分に一部不適切な内容があったとし謝罪した。ナイトインナイトの水曜枠でかまいたちとゲストたちが余談を楽しむ組、2月28日の放送では山内健二が病院で処方箋を受け取り薬局を訪れた際の余談を披露し、玉家隆一らとトークする場面があった。しかしその内容に対し批判的な意見が寄せられていた。